全くでござる。緑と赤が並ぶと目がチカチカするでござる。なんだと？いい加減にしなさい。なんなのよ、くだらないことで喧嘩ばっかり。ゲロ、確かに少し変な感じであります。ええ、どうもコントロールがうまくいかないようでね。どういうことだクルル。へえ、知りたきゃ自分で調べね。だからやめなさいってば。ほら先に進むわよ。ちょっとあいつら何かやってるわよ。来るとは思っていましたが、こんなに早いとは。邪魔させるものか。行くよミミクリ。了解お姉ちゃん。私たち三人の力がどれほどのものか、二人とも見せておやりなさい。こんな奴ら俺一人で十分だ。貴様らは手を出すな。役立たずのおっさんは引っ込んでね。手柄をよこせ。あいつらを倒せば僕が隊長です。醜い。やはり信じられるのは己の力のみ。ゲロー、みんなー。勝てる、今度こそ勝てる。まるで反応できてないじゃん。ギロロ、クルル、タママ、ドロロ、立ち上がるでやります。みんなをまとめるべき我が輩がつまらない感情に流されて部下を全滅させてしまうとは、なんたる不覚。そう、互いが互いを信頼し支え合う、それが私たちが姉妹であることの意味。そして私たちにあだなすものは全て排除します。ヒロロ正体が我が輩のせいで。逃げるわよ。ヒロ、みんな、すまないであります。隊長の我が輩が、一人一人やられていくのを、指をくわえて見ているだけとは。隊長失格であります。我が輩は、大切なものを見失っていたであります。五人で初めてケロロ正体なのに、それなのに。いや、俺たちの方こそ、うぬぼれが過ぎたようだ。軍曹さん、ごめんなさいです。僕も勝手すぎたです。ケロロ君、みんな、僕もどうかしてたよ。そう、どうかしてたのよ。みんなすぐ感情的になって。
感情。なるほど、こりゃまたあいつらの仕業だぜ。拙者たちの喧嘩はあの三人が原因でござるか。ああ、俺たちの感情のコントロールを狂わせやがったらしい。なら借りはきちんと返さないとな。今ケロの正体の5人はお互いを信じる心を取り戻した。ケロの正体再出撃であります。やはり先ほどとどめを刺しておくべきでしたか。間違いない、あれで俺たちの感情を増幅してやがったんだ。バレちゃったか。でも状況は変わらないけどね。いや、我が輩たちの心は五人で一つ。そんな魔導書の力が消えた。すごい、あなたたちの思いの力があいつらの魔力に打ち勝ったのよ。嘘、なんでだよ。もう一回。なんですの。全力で戦える。装備の語りかけてくる言葉が聞こえるかのようでござる。キッキッキー、こいつはなかなか使えそうだぜ。さっきみたいにはいかないです。いいでしょう、私たち姉妹の絆がどれほどのものか思い知りなさい。僕たちの力甘く見ないでね。しよう、なくしよう。
っちまいな。我が輩たちの世界を救いたいのであります。別にこの世界を滅ぼしたいわけではないでござるよ。自分たちの世界を大切に思うのは僕たちも同じです。だったらどうして魔王を封印する以外に世界を救う方法があるのですか？きっとあるでありますよ。我が輩たちはこの世界のいろんな人の力を借りてここまでどうにかこうにか旅を続けて来られたであります。今も5人で力を合わせる大切さを思い知ったばかりであります。これが敵も味方も関係なく、みんなで力を合わせればどうなるか、きっと世界は救えるでありますよ。敵も味方も、世界のために、力を合わせる？そう。みんなで力を合わせれば、なんとかなるでありますよ。それが、伝説の装備に認められた力。わかりました。あなたのその言葉にかけましょう。私たちは一足先に魔王の城へ向かいます。裏切ったらただじゃおかないよ。約束だからね。さてと、伝説の装備も手に入ったし、とりあえずここを出ましょう。あなたたちはやることがあるのよね。私もそろそろ帰らなきゃいけないんだけど、どうしよっかな。
ここに一人残されるのは困るし。いや、王女を送り届けるくらいなら別に。姫！あら？レインじゃない！どうしたの？すべてバレました。国王陛下に。すぐ城にお戻りください。あらそう！ちょうどよかった！ボディーガードが欲しかったのよ。ギロー。さすがサマー殿。相変わらずの超展開。じゃああなたたち、頑張りなさいね。陰ながら応援してるから。了解であります。サマー殿もお元気で。では、ケロロ招待、出発！